こんにちは。ここは成田空港の第一ターミナル、駐車場からずっと来たところですね。8月の23日でございます。今日からですね、私10ヶ月ほどデンマークの方に留学に行きますので、その出発の動画でございます。友達が送りに来てくれてるんですけど、ありがたいですね。そろそろお別れです。かなり緊張してます。ということで、出国審査を終えまして、41番ゲートなんですけれども、こういったお店を横目にですね、進んでまいります。ユナイテッド航空の機体です。もうここに入ると日本って感じしないですよね。日本語書いてあるけど、飛び交う言語は様々で、アナウンスも中心になるのは英語になります。あと30分ほどで、搭乗が始まりますね。頑張ります。こちらの搭乗口ですね。バンコク、スワーナクです。あと10分、20分ほどで始まると思います。さあ、いよいよ出発です。ここから6時間半ほどかけて、タイのバンコクに向かい、そこからですね、さらに3時間ほどのトランジットを経て、12時間ぐらいかな、そのぐらいかけてデンマークに至るわけでございます。これで日本とはお別れです。ブランケットクッションですね、これがありました。日本語の表示もありまして、777型です。777、快適な空の旅が楽しめそうです。まずはバンコクまで6時間半ほどのフライト。いよいよ10ヶ月ほど日本を旅立つことになります。ありがとう日本、またね。機内食の時間です。離陸から1時間くらい経ちました。左側に光光と光る光が見えましたね。沖縄本島那覇市の夜景でございます。まさか、沖縄に行ったことないんですけれども、沖縄の初めての、景色をですね、海外旅行に行くその飛行機の中から見ることになるとは、思いませんでした。結構大きな街なんですね、那覇市の姿です。あと30分ほどでバンコクに到着です。機内の電気がつきまして、まもなく着陸態勢に入るようです。はい、というわけで空港に着いて、トランジット、余裕だろうと思ってセキュリティの方行ったんですね。で、なんだか出てこれたんですけども、合ってるのかなこれ。しかも次のコペンハーゲン行きの空港の搭乗口がね、よくわかんないんですね。カフェ行ってゆっくりしようかなとか思ってたけど、ちょっとこれは難しいです。なんとかですね、 C の8ゲートなんだってことを、そういう情報は、電光掲示板から得ましたので、向かってるところでございます。歩いて15分ぐらいかかるらしい。ちょっと不便だな。まあ仕方ないですね。とりあえず行って、そっち側の店でちょっと休もうと思います。現在10時15分ぐらいですが、まだまだですね、いっぱい人がいますよ。非常にタイらしいですね。マジで20分歩いてますね。思い出しました。去年もタイ来たんですけど、そういえばそうだったわ。こんなんだったわ。これちょっと、まあ、
空港が大きくていっぱいってのはいいんですけど、ちょっと遠いな。結局疲れたんで、もうアイスコーヒーとクラブサンドですね。まあタイは物価が安いんで、空港の中でもこれで1000円ぐらいです。タイ料理のお店も行こうと思ったんですけど、ちょっと混んでましたから、この落ち着いた端っこの方のカフェですね。これでちょっと作業しながら時間待ちたいと思います。あと2時間ぐらいありますよ。それもそれできついですね。まずいですね。やっぱり肌の白い人が増えてきましたね。もう搭乗口の方に来てまして、あと20分ほどで、飛行機の機内への案内が始まるようでございます。ちょっと緊張しますね。タイからコペンハーゲンまで11時間ほどのフライトです。コペンハーゲン行きの飛行機に乗り込むことになります。12時間頑張って耐えますね。ついちゃいましたね。北欧らしいですね、木の作りで。もうすでにおしゃれな感じがします。日本語です。すごいですね、日本語書いてありますよ。乗り継ぎ便、トイレに行ってコンタクトもつけたので出口ですね、入国審査行ってきます。結構ちっちゃいですね、やっぱり人口が少ないだけあります。コペンハーゲンの人口60万人ほどしかいませんのでね、ちょっと並んでるけど、まあ仕方ないです。行ってきます。こっちですね、本当にちっちゃい地方空港みたいだ。はい、終わりましたね。なんかビザとか1年もいるからね、いっぱい聞かれるかなと思ってちょっと緊張してたんですけど、What are you here? Study in the university. Okay, that's great. で終わりましたね。まあまあまあ、ラッキーラッキー。ビザは何も聞かれませんでしたね。まあまあまあ、まあいいでしょう。よし、というわけでコペンハーゲンに正式に入国、間違えた、デンマークの王国に正式に入国することができました。よし。さすがですね、動線がしっかりとしています。コンパクトにまとまっていて、すごくいい感じですね。荷物を取りに行きます。はい、こういう感じでね、荷物も取れまして、続いちゃった、全部できちゃったよ。どうしましょう、みんな顔の色が白いですね。外人になった気分です。まあそうなんですけど、このバゲッジエリアを終えて、こっち側ですね、街の方に出ていけるような交通のターミナルの方に今行ってまいります。あ、ちょっと方向間違えたんですけど、あのこう店とかね、まだ開いてない、朝だから開いてないんですけど、物価がおかしいですね。なんかアサイーボール1700円とか1800円とかですよ。これは為替間違えてんのかなって思うぐらいなんですけど、ちょっとこれはまあ分かっていたことですが、すごいなって感じですね。というわけで、到着ゲートの方から出てきて、ターミナルの方に出てきましたね。このまま中央駅に向かうんですけど、ちょっと疲れたんで動画はこの辺にしようかなと思います。1年間もいますから、ここから中央駅に行く動画はいくらでも作れるかなと思いますので、と
とりあえず東京からコペンハーゲンに着いたよという感じでですね、動画を終わりにしようと思います。ありがとうございました。